クリスチャンビジネスマン中村京エピソード37でございます。ちょっと寝る前にね、昨日言った通り早めに寝て、朝起きるっていうのをちょっと頑張ってるので、そろそろ、まだ10時もなってないんですけど、寝ようかと思ってます。一生懸命ね、さっきこの今日の日記何残そうかなとか思ったんですけど、なんか全くいいものが思いつかなくて、すいません。今日は非常にドライで、本当に日記を記録を残すだけの、非常に短いビデオとなりそうです。はい、こんな日もありますね。ありますね。本当にちょっと思いつかない、そういうちょっとドライな日です。今日家族がね帰ってきてすげえ嬉しいです。で、子供寝かせて、また寝る前にすんげえなんか悲鳴あげたり、まあ暇なんでしょうね、うるさいんですよね。でそれやってる時はもうムカついて、もう本当にもうやだとかと思うんですけど、寝ちゃうとなんか、あやっぱ可愛いみたいな感じでね、すん心がちょっとこう入れ替わっちゃうんですけど、しょうがないですね、親ってね、そういうのなんですよね。まあそんなところで、子供も寝てくれたので、私もそろそろ寝て、明日の朝早く起きてですね、また頑張りたいと思います。皆さんの火曜日今日どんな感じでしょうか。平日まだ水木金残ってますね、あと3日、頑張りましょうね。私はね、職場で、12月1日のデッドラインがあるので、それをまあちょっと必死こいでやってるんですけど、まあ夜こうやってねビデオを撮る時間があるってことは、まあそんなに忙しくないってことなんでしょうね。夜までこう残業やってる方々に申し訳ないです。なので変なことは言いません。そんなとこです。以上です。おやすみなさい。